北京ホテルは、ロシアの首都モスクワにあるホテル。モスクワ中心部とベルスカヤク、ボリシャやサドバイやト通り後にある。ホテルのランクは4つ星。ホテル内には、オフィスも多い。設計者は、ドミートリー・チュチェリン。ホテルは、スターリン様式によってデザインされている。1939年に着工し、1955年に、完成した。北京ホテルは、当初、 中蘇両国の友好のシンボルとして建設が計画された。ホテルは高級ホテルの水準で計画され、11階建て、最上階の11階には、天井の高さ6メートルの豪奢なスイートルームが配置された。北京ホテルの正式な開業日は不詳である。ホテルの公式な創業は1956年とされるが、実際に創業を開始しているのは1958年とされる。 ただしその年のマスコミによる開業の報道は明確にされていない。これには二つの理由があるとされる。一つはこの建物は国家機関の庁舎、行政庁舎として建設され、これに付属する宿泊室が設置された。しかし実際にホテルが付属したことで庁舎としての性格が薄められたとされる。この付属ホテルには内装に貴重な木材、見陰石や 大理石などがふんだんに使われた。第二の理由は中国との友好を目的に建設されたものの実際にホテルが創業した1950年代には中祖対立が深刻化したことで計画が頓挫したためとされる。北京ホテルは建造にあたりソ連国内で不足していた装飾にアルミニウム製窓枠、中鉄製の門、ドアロック、テレビ、 電話システムなどが供給され、税を尽くしたものに出来上がった。反面、一般のソビート国民の宿泊、利用は難しかった。そのような状況が変化したのは、ソビート連邦の崩壊後のことである。2003年には、ホテルのリフォームが行われた。北京ホテルの設計は、建築家のドミートリー・ニコライエビチ・チェチューリンである。チェチューリンは、 1930年代から1950年代のソ連建築会の指導者、アレクセイ・シューセフの訓導を受け、1945年から1949年まで、モスクワ市主任建築家を務めた人物である。チェチューリンは、建築における、スターリン様式、中んづく、スターリンアンピール様式の主要な創始者の一人と、目されている。ソビエト時代の北京ホテルには、 しばしば外国からの品格やソ連国内の著名人が長期滞在した。例えばフランスの女優マリナ・ブラディである。ブラディはモスクワ滞在中、北京ホテルの2階に宿泊していた。その他の利用者としては以下が挙げられる。また、各国外交団も北京ホテルに宿泊した。例えばバングラデシュの大使と代表団は1ヶ月の間、全館を貸し切った。 1980年西側諸国はソ連のアフガニスタン侵攻を非難し、モスクワオリンピックをボイコットしたが、五輪開催中、ホテルは米国からの宿泊客を受け入れている。1955年12月15日、モスクワ市ソビエト執行委員会は、ホテルの1階に中華料理のレストランと喫茶店を開くことを決定した。この中華レストランは1990年代前半まで、 モスクワ市内で唯一のエスニック料理店であった。レストランはロシア料理と中華料理の二つの大広間からなる。中国の間は木製のパネルに絹やはめ込み細工で作られた華麗な室内装飾が施されている。いくつかの貴重な装飾はホテルの書庫に保存されている。ホテルの建物には他のスター・リン様式の建造物の特徴をよろしく、戦闘が 中央にそびえ時計が設置されている。設置工事は公式には1949年であるが最終的には1955年まで続いた。時計等の時計は振り子時計で50年の長きにわたり故障もなく動いていた。2002年に故障のため停止した。修理に際し振り子と新しい電子部品が交換された。 h t t p w w w j a l a n n e t スラッシュ k-a-i-g-a-i スラッシュロシアスラッシュモスクワ2395北京ホテル QA3Y8G セレクトシティイコール2395アンドルームクラックイコール299万999アンドステイコウントイコール1ステイデイイコール18 ステイアーイコール2016アンド、ステイモンスイコール8アンド、ルトクドイコール04アンド、スクレニドイコールユオ1422、ノイアグロンツフュアホテルペイキンイン、ルースロントオクチエル2003年1月14日。ありがとうございます。